二人は偶然にも同じ日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞していた。いいんですか？仕方ありません。すいません。逃げ恥で平正を演じる星野源が生まれたのは1981年埼玉県蕨市。おとなしい少年だった彼は13歳の時に演劇を始めた。そんな星野の出演作を TBS ライブラリーから探ってみると、今から11年前大人気ドラマタイガー&ドラゴンに出演していた。なるほど。演じたのは落語家の弟子役。鳩は平和の象徴なんだと。もういいよ。自分たちで公民館でも書いてやりゃいいんですから。明るいニュースから暗いニュースまで。当時24歳、ドラマのため丸坊主にして挑んだ役だった。翌年には秋葉原が舞台の一風変わった深夜ドラマに出演。星野が演じたのは写真を撮られると白目を向く青年の役。見よ、この見事な白目を。映画ではまた会ってくれますか？僕なんかでいいんですか？ヤクザの抗争に巻き込まれる青年という過激な役柄にも挑戦。舞台では大竹しのぶと共演し、大女優に向かってこんなセリフを。この手が悪いよ、泉ちゃんを叩くこの手が。落ち着いて。この気持ち悪いババア。そんな彼は2010年にファーストアルバムでソロデビュー。昨年8枚目のシングル3で紅白歌合戦初出場を果たした。そして今年、逃げ恥主題歌の恋が大ヒット。配信主要サイトで今年度最長の9週連続1位を記録。さらに自ら執筆したエッセイなど5冊の著書の累計はなんと87万部以上。今世間では様々なジャンルで星野源現象が巻き起こっているのだ。さあ、お芝居音楽の世界で大活躍ということですが、星野さん、今改めてご覧になっていかがだったでしょうか？恥ずかしい映像ばかりでしたね。こんな星野くんみたいな旦那さんがいいなって思う方、手を挙げてください。はいはい。やばいね星野くん。嬉しい。星野くん、ありがとうございます。モテ期じゃない？ありがとうございます。モテ期多分マックスじゃないのこれ。そっちのスタジオに行きたいです。さあ続いてまいりましょうか。はい、はい。